はーい、こんばんは。最近ガンプラを全然やらないオラホさんです。鉄道模型ばっかのオラホさんです。今日はこの分岐器、ポイントのジョイントーンを出すアロンアルファ攻撃 アロンアルファ加工をやっていこうと思います。あとどうやってやったかっていうのをちょっとねやっていこうと思います。ガンプラはもう手に入んないからもうめんどくさくなってきちゃって、落ち着いてからやります。もうなんかないもの欲しさみたいのもあって、ほらね、無理してあんな高値で買ってもしょうがねえし、最近鉄道模型も高騰し始めてきてんだよね やばいよね。とりあえず、ちょっと待って、アロンアルファやる前に、出る場所、音が。まだ現段階で定かじゃないんだけど、多分ここの、この前も話したんですけど、この、乗るところ、逆にこっちにすると、ここでこっちのレールに乗るときにも多分ね、本物の電車乗ってても最初にここに乗ったときにダタンって言ってる気がするんですよ。と、あと、この、ここでね、確か本物はここに可動部分がなかった気がするんですけど、でもね、ちょっと調べたらやっぱここで分割されてるっぽいんですよね、本物も。なんでここも音が出るポイント。あとは、このレールと、このレールのつなぎ目が、この辺とこの辺にあるっぽいです。あとはこのクロッシングのここのつなぎ目のところ。ここもあんのかな？わかんないんだけど。でもね、普通に見ていくと、音が出そうな場所ってこのクロッシングのとこだけなんですよね。こっからこっちに乗るとき、にダタンって、片輪だけ言う。まあ、このアロンアルファ作戦は、仮にこれでその場所にこう点付けするじゃないですか。あとでニッパーとかこういうので外せるんで、そういうところが気楽にできるポイントです。じゃあまずこの動く場所からやるんですけど、俺これがこっち行ってる時にこのギリんとこにやると、これがくっついて動かなくなったりとか、あとここもそうなんですよね。可動部分の溝に染み込んだりすると、これ自体動かなくなってえらいことになるんで、一回やりました。復旧させるのが超大変でした。なんで無理にそんなギリにやらないで、ちょっと声でかいかな、今老眼鏡かけてます。まあちょっと、でこれに当たらない部分、こんな数ミリじゃ分かんねえから。今ついたの分かりますかね ここがね、ここが気をつけなきゃいけないんですよね。やばい、この弾があんま出てるとやばいんだよな。これもあんまりギリギリ攻めないで、なんつったらいいんだろうね。あんまギリギリ攻めるとくっついちゃうから、こんな感じ？ボケてんな。この可動部分の隙間に絶対入らないように数ミリずらしちゃっていいと思います。あとはこことここつけましたね。これもあんま山を盛りすぎると、ほらもうこんなちょっとだから、高さ的には。まあ本物だと大きい石ぐらいの大きさなんでしょうけど、で、これぐらいの大きさだと車体も跳ね上がらない。あと、こことここ。これね、プラにあんまり、この三角の頂上にもちょっとやっときましょうか。わかんない。あとは、
まあ、ここもどの道ジョイントになるんで、この角にも点付けちょんちょんと。ボケてんな、ほんのちょっとだよ本当に。こんなんで音出んのかよと思うけど、このレールの継ぎ目をさ5ミリぐらい開けるじゃないですか、あれよりはるかに音が出るから。まあ分岐付近はちょっとねガチョコチョ行った方が本物っぽいから、この角にもつけちゃえ。よし、これだけですよこれだけで、気に入らなきゃヤスリで削ってもいいし、ヤスリで削るよりニッパでつまんでポキって取っちゃうのが一番さっぱり取れる。で、通電の関係は本当の微速で行ってその山に乗り上げてそこで止まらない限りは大丈夫です。で、基本電気機関車なんかはツーモーターだったり前後から電気取ってんじゃないですか。両方がこのアロンアルファに乗り上げてそこで停止しない限りは止まらないです。あ、やべ、手についた、まだ固まってなかった。そしてアロンアルファなんで速乾なんで、じゃあこれもちょっと後でこれのポイントの場所で動画撮りますんで、車両も1個来るし今日ということで、この作戦は俺だかなりいいと思うんですよ。なかなかいい音出るし。以上。